ドルニ・ドゥブニク市役所ドルニ・ドゥブニクは、ブルガリア北部の町、及び、それを中心とした基礎自治体。プレベン州に属する。プレベンの西に位置している。ドルニ・ドゥブニクは1430年に油田として、初めて文献に記録されており、ブルガリアで数少ない産油地である。石油採掘の他は、農業が主な産業である。ドルニ・ドゥブニク出身の著名人としては、 サッカーブルガリア代表のイバイロペトコフや芸術家のイリア・ベシコフ、政治家のベンチスラフ・ブルバノフなどがいる。ドルニ・ドゥブニクという地名は低い多くの地を意味しており、隣接するドルニ・ドゥブニクと対をなしている。ドルニ・ドゥブニク基礎自治体にはその中心であるドルニ・ドゥブニクをはじめとする以下の町村が存在している。予言者制エリア制度を 2009年7月30日閲覧、ありがとうございます。